はい、買ってきましたよ。全人類に食わしたい骨付きチキン最高。めちゃくちゃうまい、ほんとうまい、すーげーうまい、デラうまい。またムースカを T シャツしていつかこれ食べたいな、これは。はい、イブです、こんにちは、どうも。はい、今日僕はランドのプラズマリーズダイナーに来てます。こちら新しくね、新メニューで骨付きチキンとチーズのスープカレーっていうのが始まったので、こちら食べに行きました。こちら前々からめちゃめちゃ気になってました。やっと今日食べれますね。はい、じゃあ今からオーダーします、行ってきます。はい、買ってきましたよ。こちら見てくださいよ、骨付きチキンとチーズのスープカリー、めちゃめちゃうまそう。チキンゴローンと入ってるし、これグリルチキンですよね。あとブロッコリー、カリフラワーも入ってて、これ栄養のバランスもいいですね。ブロッコリーいいんですよ、チキンもいいんですよ、ダイエッターにもいいですね。バランスいいと思うな。そしてデザートでですね、こちらコーヒーチョコムースにしました。こちらもクリスマス限定ですね。スーベニアカップなしにしました。スープカレーだけだと1200円ですね。で、こちらクリスマスのムースが550円なんで合計1750円です。ドリンクはカップに氷で、持ち込み生茶です。いただきます。今日ね、ちょっとセーター白いのでスープカレーってことでちょっと白羽怖いのでできました。え、これめちゃめちゃうまそうなんだけど、チキン結構大きいよ、すげえな。めっちゃ期待値が上がる。早速じゃあですね、カレーとチーズとライスとブロッコリーとか野菜でまず一口食べてみますね。うわ、チーズがすごい、わかる、この糸引いてる、絶対美味しいな、これ。いただきます。ん、え、うまい、すごい、え、めちゃくちゃうまいな。まあ、チーズとカレー相性いいからね、美味しい。スープカレーなんだけど、これは玉ねぎかな、玉ねぎっぽいね、具が。で、骨付きチキンちょっと大きいっすか、タンドルチキンっぽいな、結構大きいよ、すげえ。難しい、これ食べ方が。これ家なら間違いなくこうね、手でガブガブってやってるやつや。フォーク必須、ガブっていきます。やばい、むちゃくちゃうまい。照り焼きかタンドリかちょっともう一回いい、もう一回味見極めいきます。いくよ。これね、タンドリっぽいし照り焼きっぽいし、ちょっとこれ難しいね、味の判断が。これ言えることは、むちゃくちゃうまい。チキンがほんと大きいんだよ、見てわかる、ほら大きいでしょ。これ僕の見立てではですね、このチキン、タンパク絶対に20から 25g ぐらい、下手したら 30g ぐらい入ってるかもな。あとね、煮卵も入ってるんですよ。煮卵、しかもこれ柄ミッキーなんですよ、黄身の形ミッキーで、煮卵半分、卵もね、タンパク豊富でいいんですよ、すごい。で、チーズはね、上質の脂質も取れるし、ご飯糖質ですけど、このぐらいは全然ありですね。ケーキとかの糖質に比べたら全然 OK です。スープカレーではないね。うん、カレー味のおじや雑炊って感じですね。もしくは汁の多いドリアみたいな、まあドリアじゃないな。むちゃくちゃうまい、これもうリピート確定ですね。ボリュームあるし、これ美味しくないっていう人いるのかな。本当これね、全人類に食わしたい。まあインパークしてる人全ての人にこれおすすめしたいね。なんかね、プラズマ並んでるとね、なんかね、ビンバーとかオーダーしてる人がいて、ちょっとね、トントン、すいません、これスープカレーした方がいいっすよとかね、余計な一言言いそうなぐらい美味しい。いや、これカレーじゃないよ、なんかね、甘いすき焼きの感じも少しするね。これはね、カレー風おじやとかね、カレー風雑炊って名前変えた方がいい。骨付きチキン最高。これはね、太らないね、食べればわかる。パークね、散策で1日1万歩くらい多分歩いてれば、これ1杯ぐらいじゃ全然太んないですね。
はい、これも美味しいんで手でいっちゃいます。うん、でこれ本当美味しい、これすごいわ。タンパク豊富でちょっとでも鶏肉を食べたい。そうそう、具はね、結局さっきのね、煮卵半分とチーズとブロッコリー、カリフラワー、あとパプリカですね。で、ガチカレーではなくて、もともとここにあったちょっとのすき焼き風の甘い雑炊にちょっとカレー風味な、なんかね、こういうフレーバーが入ってる感じですね。はい、もうすぐ終わりです。名残惜しいぜ、もう終わりだ。めちゃくちゃうまい。あ、終わってしまう。あ、終わった、完食です。ほら、完全完食。これおかわりしたい。もう一杯いけるな。めちゃくちゃうまい、ほんとうまい、すーげーうまい、デラうまい、もういいか、はい、とにかくうまい。はい、じゃあこれデザートのですね、コーヒーチョコムースかな、コーヒーチョコムースいきます。さっきのね、スープカレーの総評言ってもいいんですけども、せっかくならこのデザートもね、いきますね。絶対美味しいだろこれ。いただきます。うまい、苦い。上のコーヒーチョコがね、甘苦いんですよ、思った通りだ。中がちょっとなんかね、チャミスっぽいんだよね。ムースだけどうまいっすね。でも僕作ったのバタームースカオ T シャツ着て、いつかこれ食べたいな、これな。まあこれ好き好きなんですけど、僕ねコーヒーとかチョコとかなんかああいうね、カカオ系とか好きなんで、ちょっとするにやっぱ甘いんですよね、評価がね。じゃあこれリルリンにこれマシュマロかな、一緒にいきます。うん、マシュマロだ。そして甘苦いですね。チョコとかね、カカオとかコーヒーとかね、ああいう系が好きだったらこれもうドストライクですね。美味しい、完食、めっちゃうまいこれ。はい、総評です。すいません、ちょっとこれ人の映り込みが激しいんでカメラ逆にしました、すいません。はい、プラスマリーズダイナーの骨付きチキンチーズのスープカレー、めちゃくちゃうまかったです。これはね、今シーズン冬一番当たりメニューかもしれないですね。でね、食べてて思ったんですけど、これこのね、もともと看板メニューのクッパってあったじゃないですか。まあベースはあれですね。だから新規メニューではないです、はっきり言って。カルビクッパのカルビを抜いて、そこに骨付きチキンぶっ込んで、でなんかカレー風味になってる感じで、なんか甘いとカレーが混ざってて、いやでも美味しいですよ。でチーズのね入っててトロッとしてるし、煮卵入ってて、ブロッコリー、カリフラワー、パプリカって入ってるから栄養価も高いと思います。このチキンもですね、まずね焦げ目ついててね、あの香ばしい、あの焦げ目 の味がちゃんとするし、あれなんか照り焼きっぽい甘いって味もすれば、なんかねタンドリーチキンみたいな、ああいうちょっと中東のなんか香辛料スパイスを使ってるような味もして、なんか不思議なチキンでしたね。で、まあ、ダイエッターだとちょっと糖質が怖いんですけど、まあ、このぐらいのライスなら問題ないと思いますよ。許容できる量だと思いますよ。ね、だからパーク1日ね、の歩いてればね、8000歩から1万歩ぐらいはおそらく消費してると思うので、これね一杯食べてもちょうどいいバランスだと思いますね。これは気に入ったな。僕ね YouTube やったり食レポやってなかったら、もうインするたんびに多分これ毎回リピートしてると思いますね。めちゃくちゃうまい、美味しいし栄養のバランスいいしで、これ完璧完全食ですね。めちゃめちゃおすすめです、絶対おすすめ。これ迷ったら食べてみて、今年の冬一番のおすすめだと思いますね。まあただね、クリスマス味がないですよねちょっと映えないよね。やっぱクリスマスだとやっぱりさ、プリッターカントリーね、グラマサキッチンとか、あとプラザパビリオンとか、ああいうなんかクリスマスのトロップが入ったね、ああいう映え写真撮れるようなメニューについ行っちゃいますけど、純粋に味とかコスパ考えたらこれですね。プラズマのスープカレー、めちゃめちゃおすすめです。あとクリスマスのデザートケーキも美味しかった。コーヒーとチョコのムースかな、美味しかったですね。またムースかよって多分みんなそういうね、僕のぼやきをね期待していたかもしれませんけど、いやいやいや、これ美味しかったですよ。
なんかね、ちょっとだけ高級感あったしね、よかった、甘くて美味しかったですね。コーヒー好き、カカオ好きの方にもおすすめです。はい、以上プラズマリーズダイナーのスープカレー、それからクリスマスのコーヒーとチョコのムースの紹介レポートでした。本当美味しかったです。じゃあねー。